田中将大投手。日本人最速の。メジャー50勝。レッドソックス戦。8回途中1失点で。今季11勝目。ヤンキースの。田中将大投手が。2日、日本時間3日。日本人最速となる。メジャー4年目で。通算50勝を。マークした。本拠の、レッドソックス戦で、8回途中、5安打1失点と好投し、自身3連勝となる、11勝目をマーク。メジャー50勝は、野茂英雄、黒田博樹、岩隈久志、松坂大輔、大賀友和、ダルビッシュ有に続き、7人目の快挙となった。それでも、田中は、50勝到達は、遅かったですね。良くないピッチングが、続いた時期があったからと、話した。田中は初回、西二塁は、モアランドを、ショートゴロ、3回は、三者凡退に抑えた。4回西二塁でも、モアランドを3ゴロに走者を背負いながらも粘りの投球を見せた。1点リードの6回1失3塁から冒頭の間に同点に追いつかれたが、直後の6回にホリデーの左小へスリーランで勝ち越した。8回先頭の台湾出身リンシーに右前田を許したところで降板。7回03で97球、ストライク66球を投げ、2四球3奪三振、5安打1失点だった。田中は、特別、調子のいいボールがなかった中で、コースと高さを意識して、投げ切ることができた。自分の暴投で、同点に追いつかれた直後に、点差を広げてくれたのが、大きかったと、打線に感謝した。チームは地区首位の、レッドソックスを、5-1で破り、4.5 ゲーム差に、縮めた。エース復活で、逆転VA弾みを、つけたいところだ。